ハモさんが立川のフェラーおじさんの動画を上げててめちゃくちゃよくできてましたよ。結局だから、なんか YouTube で稼ぎたいんじゃないの？あのな、コメントに来るハモーと YouTube 職人のハモーさんは別人やん。いら別ない。人。新規リスナーが欲しいな。俺の？どうなのかね。嘘を拡散するタヌミに？でも、タヌキミンももうそろそろ淘汰される時代が来るんじゃない？法律変わるんや。何と思うよ。がか誹謗中傷が厳しいなの、ネット上の。いつ変わんのそれ、何日。今度の国会で法案通るだろ。今度の国会いつ。今月、来月。来月か来な。月。じゃあ来月まで書き放題。でも、それは通ったら、その過去のものも通用するから。みんな全力で消してきて。でも、それは、消しても、アドレスに残ってるから。わしの住所氏名書いたやつ今こそキャプってるから役に立てるわ、ありがとう。なんかな、俺んとこ何やったかな、コスモス逃げて、誰やったかな、佐野真由みたいなやつが相変わらず私のマンション名書いてくれるけどアウトやで。ブー。誹謗中傷だけ厳しいなの、個人情報暴露とかそれもなんだミッよ。ション。ブミッション。待っとけ、何通知やったかな、なんか待っとけ。夫人、今日はネズミ小僧。俺ね、ちょっと待って、これはダメ。これはダメだ。と言っている。あれはな、嘘なんだよ。全然嘘じゃない。俺は分析した結果。そうなの。じゃ一回だけごめんなさいわって、ごめんなさい。おい、ミスター、お前よ、俺にブロックされるの回避しながら、てめえクソみたいなコメント打ってんじゃねえぞ、この野郎。てめえ、他の放送も、てめえが俺のことを何て言ってんのか全部チェックしてっからな。うなちゃんはディスってない。この人、うなちゃんはディスってない。この野私郎。も冗談でディスりはしたけど、うなちゃんは一個もディスってない。この人は、ガチ恋、ホモかもしれんけど、うなちゃんのことはディふスってざない。けんなよ。おお、何基本がんか。だけんね。俺が気に入ってる人のことをガチャ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 言ったら俺が気分悪くなるんだろ？そしたら「なんだよミスター」って「こいついらねえな」ってなるのが普通の流れじゃねえかバリディするやん。よ。それはお互いだから、おおめえも言うでも10倍ぐらい。出た、こいつ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 。そんなんも全部嘘の情報やから、書いた人は全部やられるからね。お前みたいなバカは自分は大丈夫だろうと思って書いいてや、るん謝だけんなくていいんだけど。ごめんなど、さいよ、謝おん母なさく、んに怒られるよ。誰がアウト？まあ、わあ、星2個もついてんのに、ブー。星で決めんの？お前、NG 入れんの。決めへん。入れへんもん。入れても1日で解除する。解除しないから。しないの？いや、謝んなくていいよ、俺別に。めんどくせえから。肌色に見えてきた。さっきなんかな、ここに座ってたら白見えんねんて。うちも白なってるやん。ちょっとだけここ来て。ここがな、なんか急に色白なんねん。色白っこ。あら、ちゃうわ。なんかさ、じゃあ今日配信開始白いって。誰違かも言ってう、たやん。なんか色が明るいって。合ってきてんだよ。何の色？これ自動で色の変化つけるから。自分で色調整してねえから。
金払え。旦那見て、見てたら受ける。旦那が見てたら。見返る、逃げろ、逃げろ、逃げろ。なあ、セーフセーフ。見返る、何にも悪ない。心配してくれ。動画の方が画質綺麗ですね。最近写真でラジオが多かったかじゃなくて、いや、わかんないけど、俺いつもこっちだから。前までもっと引きで、あの最近部長さんの写真配信、うん、あ、写真よりはこっちの方がいいってことか。おお。何笑ってんのお前。うちがあのなんか死んだみたいな画面載せるから。うん。ちょいちょい撮るよね。ああいう変な写真ね。だってポーズするやん。上とか風呂で足上げたりとか。一人でさ、そこだけさ、パチンって撮るよね。二人で撮りたいの？いや、二人とかじゃないんだよ。撮られたくないの。むっちゃ撮られるときノリノリでポージングするやん。自分大好き。うるせえから。すいませんね。ですね。うん、あの佐野の枠に来てもらってる方々。ババうるさくてごめんなさいって言った今。うん。佐野の枠に来てくれてる皆様ありがとうございます。ウインさんに聞きたいんだけど。トモネーがペラったのは分かったんだが、これはアンチですね。うん。サムネは江口、うん、いつもアンチコメント書く人です。でも最高。重感だよ。パンケーキも相当お前に。パンケーキはアンチじゃない。パンケーキはアンチじゃない。お前の、うん、アンチじゃない。あ、そう。ところ払い、コンテありがとう。どうしようねな。老婆と老女。ちょ、間違った。老婆と老子、老子。もう老婆と老婆って言われる。ほら、佐野のプチアンチやって言ってんじゃん。あれ？じゃあプチ可愛らしいもんね。この人全然叩いてこない。し、うなちゃん叩きもしない。様子見てんだよ。様子見？アンチ。いや、ファンチかどうかわかんねえけどな。バブー、大船の子分知らんがな。今日サザエさんが来て何て言っていいかわからんかった。サザエシリーズとドラゴンボールシリーズ、うん、みんなあのサノマニアすぎてついていけない。知らないよ、あんなの来ててもさ。はい、イクラちゃんとか来てんじゃん。もうおかしいだろ、こんなのロムってんだよ。ちゃん最近2回ぐらい来た。ハゲちゃんマン、ごめんね。何があかんの？なんであかんの？じゃあ何であかんのか説明してあげて。何があかんの？いくらちゃん可愛いで。あ、俺の女くどくやつ。俺の女全部俺の女なんだよ精神。いくらちゃん可愛いはないから。じゃあないからの意味が分からへん。具体的に何が、この人がせっせと解除してください言うてた人やで。ハモと間違ったけど、あ、知らねえよ、女の子。俺は俺のやりたいようにやるの。ごめん、許して、うん、許して、うん、ごめん。サザエさんシリーズ誰だよ。何サザエさんシリーズとドラゴンボールシリーズは敵対してんの？知らない。あいつらはいつもそんなサムネで来るよ。でも、まあ、俺サイレントブロックでこうやって入れてってるから。あ、手間かと思った。今の動きがもうなんかマウスは。おー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 、気持ち悪い老人の色付き。お前飲みすぎだよ。いや、まさかうち今からでもそこで回れるってぐる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 。やめれって。まただってチャミする。ここにこれ飲み差しやったから、まだちょっとしか飲めない。ケビ
もう今日元気だね。元気やで、うん、ちょっとだけ胃が痛く、昨日会えなかったから今日元気なのね。一日会わへんとストレスが緩和される。ああ、じゃあ今日でまたストレス溜まっちゃうじゃん。寂しかったん。ルー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 、サノがまだ食べてるでしょ。サノがまだ食べてるでしょ。あ、大丈夫やで。江口、サムネ江口の偽物ありがとうね。大丈夫よ。あっちが向こう、最初言うたあかんこと言ってるからね、殺しにかかってるとかね、うん、弱らせてるって、そのものすごい名誉毀損やってくれてるから大丈夫なんで、うん、ありがとう、心配してくれて。あ、まああれはね、俺の中では、うん、うちもう興味ない言うたのに無理やり YouTube 見したやん。自分のせいやで。おい、まあ巡り巡っておすすめ規制ムカつく。だからメール出せばいいじゃんかよ。やだ、めんどくさい。やりまだ次レベル上がったらどうせ自動でなくなる言ってなかった。レベル上がったら、うん、違う、出し続けないとダメ。いや、お前1週間でレベル上がったらちょうどな、もういいね、もういい、うん、本当にもういいの。もうじゃあなちゃんと一緒にいればいいの。うん、それはないな。うわてめえ頑張って別の姉ちゃんがババア言ってもろて。ババアは嫌ないな、30代前半がいいねん。俺はガリガリ43歳の C カップ。 OK、 ラインクーポン。ちょあのな、うん、自分で言ってて、30代前半がドストライクゾーン、ガリガリ貧乳、他のタイプはアキレス腱がえぐれてること。おー、足フェチ、あー、ケツ好き、他の、他は、あとはなんかいつも冷たい顔してる女かな。そう、どんな顔。あんまり笑顔がない。大阪夜の梅田で何これ。スーモな、黄色の何スーモ、うん、見てる、ハネちゃん見てる、見てても、いや、まあ見てんのかどうかわかんないけど、パパちゃんマン、パパちゃん、うん、大丈夫やで。向こうが先に脅迫してきてるから、ありがとうね、サムネ江口。サムネは江口って、もう江口のお宅やもんな。うなちゃんとこってそのリスナーさんマニアがおるの。うなちゃんマニアとうなちゃんのリスナーさんマニアと。まあそれは俺はほとんど気にしてないからね。筆はベロンパンとか福井のなんじゃろとかなんかおるやん。まあそうだけど、まあ俺あだ名つけんの得意中の得意だから。うちにあだ名つけて。ぼーちゃん、うん、ぼーちゃんにはあだ名つけないよ。なんで得意なんやろ。だって別につける必要ねえじゃん。つけて。うん、じゃあ考えとくよ。今かよ。9、8。なんでカウントダウンが入るんだよ。即興得意なんやろ、トモくん。考えてる、真面目に考えてる。呼び方は今まで通りで。もうどんだけバイト応募してんの。バラすんじゃねえよ。なんで応募。もう先ま、すまん、おか、すまない。配信外に来んなよって、さごめん。だっていいじゃねえかよ。配信外に来たらっていう意味。お母さんもともくんだったね。お母さんのことな、名前で呼んだりみっちゃんって呼んだり、まっちゃん、まっちゃんって呼んだり、まつえって呼んだり、ばばあって呼んだり。違う違う、まつえはあれはあのリスナーがみんなまつえまつえって言って。あ、まちこやった。そうそう、満州のさっき言ってたな、なんか、うん、満州なんちゃら、満州を知ってる子供、あの、うん、そっから友を取ったと、知るを取った、うん、
今マウスいじりかけてサイレントブレイクブロック入れようとした。マウス没収。ちょっと危ない。今しれっと前な。ちょ1個だけバラしていい、うん、前な。何？1ヶ月前ぐらいに、おとろいなこの野郎っておちょくられたらな、見えへんと。これでマウスに手を置いて準備してた。スピード勝負してた。ブロック対決な、うん、見えへんところでスーってその身いらっしゃい。マウスなくなったで。もういいよ、もうブロックしねえから。今書き放題。ほらこういうの出てくんだよ。さてうっだいたいよ、うん、ハゲちゃんマンは俺にブロック解除してくれを棒に言って全解除しててこういう風なことになってんのに、お前ありがとうございました一言も言ってねえんだぞよおめえ。あざす。違うよこいつが。ありがとう。お前じゃねえ。ありがとう。ありがとうハゲちゃんマンの分。おい、なるわ。ありがとうございました。棒読みでも、棒読みでも書かない。まあ、ありがとうやったらブロックするんやろ。棒読みっていうか、ありがとうございますって言った瞬間にブロックだよ。そうやろ。ごめんって言うて、ごめん言うたらブロックするよ。また来た、この人。ちょっと待って。花の人。3回目か4回目。まあもうブロックする気はない。なんでいっぱい戻ってきたらもう大丈夫な、うん、これを残しときゃこのアカウントでずっといるから。ただ読まないだと。何や、虎の虎の骨掛けから突き落としてんのを戻ってこい言って。まあいいんじゃないですかこの人は。すごいな。いろいろ大変なんだよ。見ろ、もうすぐ3時間になってんだ俺の放送。知らねえよおめえ。1時間が限界じゃねえか。あ、でも一緒にやったったら全然時間気になれへんだろ。一人はちょっとうちネタないし、その引き出しもないから厳しい。俺だってないよ。でも4時間とかなんかその後もう1回とかやるやん。6時間8時間あれ無理やん。最近はないな。つい最近6時間ぐらいやってたよ。2週間前ぐらい。それだいぶ前じゃん。2週間もだいぶなん。藤井さんこんにちは。確定申告どうでした佐野さん。はい、ありがとうございます。あなたの確定申告はどうでしたか。俺あなたには関係ないので。はい、戻しときます。はい、さよなら。アウト、アウト。金関連の話、工場委員会バイブ。何が確定申告だよ。これブロックされてもまだ見えるから。あ、税理士に合ってます、合ってます。てんじゃねえよこの野郎。何？いや、用済み？あ、もうじゃあセックスフレンドで。立たないセックスフレンド。生レバー持ってくる。ちょ、食うのあれ。ちょ、マウス持っていっとくわな、危ないから。おう。おう。おう、そこ引っ掛けんなよ。掛け放題。マウス、この辺に置いてたら大丈夫よ。そこまで取りにはいかないよ、別に。俺、そんなに本気で、こいつら。いや、歩けるけど。ほんならもうちょっと遠ざけとこう。いや、歩けるけど、いいよ、なの。踏んで、マウスぶっ壊されたら嫌だよ、おめえ。わかってるから、危ねえよ、ほら。2回回れるやん、絨毯でも。レバー差し込むのかよ。まあ、あいつ買ってきたところが食えるからな。ないのか絶対。あいつこれな、あいつ
買ってきたレバ刺し最初に絶対俺に食わすぜ。見ててみ。じゃあイカの子持ちって知ってる？子持ちの？うん。知らんかって。子持ちイカと生レバーとうなぎの肝やったらどれ食う？どれ食う？一番傷みやすいのは生レバーだろう。やった生レバー。な、絶対に最初の一口俺に食わすぜ。見ててみ。な。うん、あの人はいつも自分が注文したものを最初の一口は必ず俺に食わすからね。うん、おおいいんじゃねえのって。いやまあ別に俺出羽先食ったからって1日2日腹下るぐらいだから、もしも当たったらな、へでもねえけどな。いよいよ夫人の本領発揮だな。佐野を殺しにかかってる。いやそうじゃねえんじゃねえの、坊ちゃんレバ刺し好きだからね。うん、何を開けたの。まあ、もうタッパーにごま油ぶち込んでしまった。うん、いいじゃん。塩はかけた。うん、じゃあここ置ける。あー、うん、どこ見、どこ見、どこ見、ちょっと待って、どこ見、危ない。うん、こいつ持ってくりゃいいじゃん。タッパーのまま。もう、いつものことだから。手料理じゃない、手料理じゃない、生レバー。ちょちょちょ、滑る滑る滑る、ちょ待って。うん、うん、うまい。腐ってる？腐ってる？うん、腐ってない。ごま油と塩、角が立ってるから、角が立ってるから、大丈夫？うん、当たったって出したことねえよ。当たらない、この見た目は当たらへんね。だって見覚えあるもん、しょっちゅう見てたから。生レバー、うん、まああとは自業自得だからな。なんかこれはまだ新しい方、うん、じゃあ古なってきたらちょっと色もあれやし。あ、角は気にしたことないけど、うち色で見てる。うん、俺も色で見てるから。汚い色で申し訳ありません。自分の唇、自分の唇よりはマシやで。じゃこれ唇にとってもこんなに薄いんだよ、ね、こんなになんかあのインド人色ではない、そこまでじゃない。あ、でもさ、ハゲちゃんマンとか美味しそうだなって。レバ刺しをちょっと筋ある、あの売ってる店って近所にないんだ。肉屋でない、あんまりない。ああ、でもレバーは売ってるんだよ。じゃ黒もん一部は普通ない、あんまりない。レバーは売ってんの。ただ
勝手に刺しで食ったらそれは知らないよってなんだよな。でも焼肉屋もごま油と違う違う違うよ。売ってんのはレバーは売ってんだよ肉屋は。うん、だけどあくまでもあと自分ちこ持って帰って調理の仕方は責任は知らないよっていうことよ。でも肉屋によっては生レバーみたいな書き方セーフなの。幻のレバーとかな、赤いやつ、うん、塩多い。滑る滑る、うち絶対落とすこれ。なんでよ、こっちに箸あんの、こっちやん。ああああ、いや、うん、滑るもんだって、うん、うち箸の持ち方おかしいから、右手だと滑る、でも左手でも滑るけど、うん、でも俺レバ刺しより千枚刺しが好きなんだけどね。千枚も売ってたで、カラマミックスみたいな感じ。うん、牛は大丈夫、牛は大丈夫。お寿司より遅かったはず。俺、ね、だって豚のレバ刺しも食って翌日ピンピンしてたし、砂肝の刺身も食ってピンピンしてたから。鳥の？うん。バッカンなの？バッカンなの。豚の次に鳥があかんけど、豚レバー。豚レバー食ったよ、焼かないで。豚のレバー刺し何のために。いや、うまいだろうなと思って。うまかった？臭い、ない、うん、豚レバー臭い、ない、臭いも好きやもんな、ほやとかやめろってさ、人のマンコ臭い呼ばわり。菌が増えるのが早いから無理だわ。ハゲちゃんま、あれはトリミングしたら中心部は菌は増えないんだよ。わかる？肉ってそうなのよ。だから牛肉なんかで考えたら、外側に菌がついてるだけでトリミングしたら、叩きでも何でも、じゃあ例えば肉寿司でも何でも生で出せるの。外もそう、結構大丈夫、慣れてるから、ね、大丈夫なんだよ、うん、牛は一番安全。そうよ、そんなに神経質になんなくてもいいと思うよ、うん、でも人死んで、死んだから、そのあれはだからもうあれで人気じゃなすぎて、うん、広い店でキッチンがめっちゃ狭くて何でも全部使います。食べてもお店の肉刺し、でもこの間肉刺し鳥刺し食ったもんな。ちょっとた周り叩きちょっと炙ったやつ、叩き、うん、ウニ乗ってたやつ、うん、おお美味しい。なんか海苔も引いてたし、創作料理。うん、そうそうそう。じゃトリミング怠ってもしなへんねんけども、もうあそこ生肉切った包丁で野菜切ったり、もうむちゃくちゃやったから。恵比寿だろ、焼肉恵比寿。キッチン狭すぎてむちゃくちゃすぎて、牛肉のせいじゃない。懐かしいな、もう何年経つあんなの、焼肉恵比寿。もうあの頃には親店閉めてたか分からへん。5年もっとか。だってなん、あのお腹痛くなってる、ごめん食べる。焼肉業界が全員敵に回したよな。供給病の時よりはマシ。私のアイデアはなかったから、あんなちゃんすごいなと思って。うん。